部下と一緒に洞爺湖温泉に家族で旅行に行ってきました。中山峠に到着しました。天気がですね、とても素晴らしくて、羊蹄山がですね、はっきりと見えます。今日は、モカも一緒に、ドライブに来ています。これから洞爺湖の方に向かっていきます。揚げ芋です。年間30万本売れているそうです。食べた揚げ芋まだこれか、
サイロ展望台に到着しました。洞爺湖の方がですね、すごく綺麗に見えます。お、なんと無料ドッグラン、ワンちゃんリフレッシュエリアっていうのがある。これじゃない？ああ、いや、いいんじゃない。はい、ここね、ここで、ここもリードで、でもあの隙間から中に行くとかここはなんか、展望台です。目の前に見えるのが洞爺湖になります。ヘリコプター遊覧というのもやっているようで、本当にそのその映画を見てるようなシーンです。もか楽しんでってください。またお願いします。ありがとうございます。
はい、今日の宿泊、ホテルのですね、ゆとり路洞爺湖の方に到着しました。正面の駐車場がですね、満車だったので、ゆとり路洞爺湖第二駐車場の方に車を停めました。で、正面玄関はこっちからになります。はい、こちらがゆとり路洞爺湖になります。一応湖はですね、見えるんですけれども、まあ、湖畔という感じではないですね。なんと綿菓子器もあります。かき氷も作れるようです。ウェルカムサービスということで、3時から21時まで地酒とか、まあ、いろんな飲み物が飲めるようです。はい、入ります。うわ、よいしょ、よいしょ。はい、はい、和室になります。ちゃんと犬用のゲージとかもあります。部屋がもう暖かいです。むっちゃいいけど、フリーで、うん、大丈夫。あ、むっちゃいいけど、トイレさ、いろんなとこ行っといた方がいいかも。怖いから。もっか、もっちゃん、匂いつけなさい。なんか下の匂い、匂いついてる。はい、ここは洗面台もあるんですけども、なかなか時代を感じさせる洗面台です。はい、あれもうか、もうか、この冷蔵庫の中のものがですね、飲めるらしいです。すごいです。モカはなかなか初めてのとこなので落ち着きません。
焼きだから色取れるの。お昼もちょっと真ん中にこうやって超かわいい。でもちょっとリボン見えんじゃないから、でもちょっとなんと嫌がりアイス、嫌がりアイスもあります。まだ出てきてない。まだ、あ、でも来てる。なんで、あ、難しい、難しいよ。今日は21匹 ?21 匹がですね、止まっているらしいです。もかってどこなの？ああ、痛い痛い痛い。もかすごい、もかちゃんいるよ。おやつがあるの？ワンちゃんおやつもあります。すごいですね。はい、小町ちゃん、あれ、こちらがモカの特別食のさつまいもになります。モカも今お腹が空いているので早く食べたそうにしています。珍しくお水入れてあげるよ。いいよ、はい、結構あるよね量ね、うん、結構あるうちじゃありません。めっちゃ美味しい、美味しい。ケーキもあるんだよ、うん、今日これいらなくない。朝ない、朝食べないもん。もか朝食べないもん。人間も食べない。よし、こちらが懐石料理になります。こちらはこんな鍋なんだっけ、道産美道産牛、うん、道産牛にで白菜、青菜、えのき、人参、長ネギ、マロニー、ポン酢にて。あ、これなんだっけ、カニだったっけ、タコ、あ、タコだ、タコと、なんだろうな、タコ飯、タコ飯、ちょっとサイズ合うやつ。生ビールも飲み放題です、うん、お肉早く食べたらいい。
氷溶けたしね。そう、超薄々だと思う。もう顔薄すぎだわ。はい、モカ。もしあれだと家持って帰ってきたら、うん、そっちの方がいいかな。うん。解凍しちゃった。明日もよ。はい、花火にやってまいりました。これなかなかすごいですね。これモンブラン花火大会だそうです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回は2日目、昭和新山や熊牧場の方をですね、観光します。